価格が数万円台の高級ドライヤー市場が年々拡大しています。その市場を牽引する2大メーカーが今月相次いで新製品を発売しました。高級ドライヤー市場の先駆者でイギリスの家電メーカーダイソンがおととい発表したのは、風の温度を下げられ簡単に取り外すこともできるアタッチメントを新たに追加したドライヤーです。独自の技術で生み出す風の力で素早く髪全体を乾かしつつ、穏やかな温度の風で髪の根元も効率よく乾かせます。 Supersonic Ionic can really dry the hair quicker than everybody else, but without having to do damage. And usually that's the compromise people make, is they want their hair dry quickly, but they cause damage because of the high temperatures. So we're really just offering that to everybody. And personally, I would recommend that this be followed by men and women alike. メーカーは髪の量が多く頻繁にカラーリングをする日本人の頭皮環境にも最適だと話しています。ツヤツヤです。指通りもすごい滑らかです。一方こちらはパナソニックの新製品です。髪に含まれる水分量を従来の製品の2倍近くまで増やせるようになったといいます。ドライヤー市場自体が単に乾かすものというよりも髪ケアを求めてお買い求めになるお客様が増えていますので、今まですでにナノケアをお使いいただいているお客様ですとか、高価格帯の髪ケア効果の高いドライヤーを求めのお客様を特にターゲットと考えています。調査会社富士経済によりますと、ドライヤー市場は200億円を超える規模となり、このうちの半分は高価格帯の製品が占めるようになっています。買い替えの頻度は低いため需要が落ち着く可能性もありますが、時間に追われる中でも美容への手を抜きたくないというニーズは根強く、高級ドライヤーへの関心は続くことが予想されます。